皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は高校受験についての単眼と併眼についてお話します。単眼というのはその学校だけを受験して合格したらその学校に必ず入学しますという約束で受験をすること、受験願書を出すことです。これに対して併眼というのは合格しても入学自体をしていいと、こういう条件で受験すること、受験願書を出すこと、このようになっています。で、静岡県は公立高校同士とか私立の高校同士の併願はできません。なぜかというと全ての私立高校というのは受験日が同じなんですね。同一受験日になっている。公立高校も全ての公立高校が同一受験日、同じ日になっているので、ね、私立と私立併願とかいう公立高校同士、公立高校同士の併願と、これはできない形になっているんですね。ですから併願の形というのは私立と公立と、この組み合わせになります。一般的には第一志望校が公立の学校、併願する第二志望校が私立の高校と、こういう形が多いです。それから私立高校では必ず入学してくれる単眼受験者、こちらの方が合格しやすい基準になっていると、このことも知っておくといいと思います。今回は高校受験について単眼と併眼についてお話しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。